ただいままた瞑想中です。今日はちょっと一人芝居よりというあのエネルギーが足りませんでした。あのジュンさんが前何年か前の7月7日用に作ってくださったやつを出してどうしようか買ってこようかどうしようかと思ったんですけど、パワー不足で。あのテキストまだ持ってます？ありますよ。あ、本当は僕一回ね、あのマックが落ちちゃって全部なくなってんで、今度よろしく。ということで、あの今日は、まあ、というより物語と、ちょっと私にあった物語の話を読ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。秘境帰りたいと思いつつも足向かぬわけを、日々過ごす忙しの都のリズムに合わせて、考えることをスケジュールに入れることを忘れ、後にしたままの故郷、故郷、故郷。ふと途切れた気持ちの隙間に滑り込んだのは、故郷からの頼り。頼り、頼られ、呼び、呼ばれ。そしていざ向かわん、赤いクレーンのエアプレインに乗って、タラップを降りたとき、訪れた嫌な気配、誰かの視線。嫌悪に嫌悪、嫌悪で返す。そんな不愉快、怯えたまま落ちたの。懐かしい。懐かしい。そこにあったのは見慣れぬ、見知らぬ、少しよく似た風景。時が流れたからといった程度ではない異質な感覚。一体何が起こったというのだ。それはあなたが立ち切ったから。声に振り返り視線の主か。そこに立っていたのは一人の女。一目でわかる。もう一人の私。姿形は似ていなくもないが、佇まいから透けて見える人生や生活は私とは似ても似つかない。けれどわかる。それは私がこの町に残してきた私自身。ここはもうあなたの町じゃない。あなたがいることでどんどん歪んで消えていく。早くこの場を立ち去って、今さら何しに来た。それをされて駆け出した背中には冷たい視線、悲しいさようなら。二人は別れて別々に生きる。全くの異境になる前に早くこの場を離れなければ。私はあの時と同じように逃げるように故郷を後にする。そう思い出したのだ。この街はすでに私の街ではない。彼女と彼女たちの町だ。赤いクレーンのエアクレーン、上空から見下ろす町はもう無事崩壊を免れたよ。本当にほっとした。ここは確かに故郷であったはずの町。ズキリと痛みが走る。あの時立ち切った古傷だ。生傷のようにうずいている。すっかり忘れていた痛み。そう、本当にほっとしたんだ。でも私はその痛みに少しだけ泣いた。ありがとうございました。